子供はお仕事をやりたがります。この現象に気づいた時、私はとても驚きました。一体彼らの中で何が起きているのでしょう。そして私はある結論に達しました。お仕事への自然な欲求こそが人間の本質だったのです。4歳のジェロのように教室を探検している子もいます。散歩をしながら他の子を見て学んでいるのです。小さな子供は嫉妬することはありません。できないことは恥ずかしいことではなく、大きくなれば自分もできるようになるとちゃんと分かっています。彼らは年長の子供たちに憧れや称賛の気持ちを持っています。子供は細かい正確な作業を求められると興味を示し、時間を忘れて取り組みます。難しければ難しいほど夢中になるのです。これを集中現象と呼びます。この現象は教師が作るものではなく、子ども自身が生み出すものです。天才と呼ばれる人々と同じ高い集中力を 3,4 歳の子供は持っています。この集中現象に着目したことが、モンテッソーリの教育法の原点となりました。子供たちに褒美を与えたり罰を科すことはありません。モンテッソーリはこの点を強調しています。私は馬鹿げた思い込みをしていました。子供を聞き分けの良い努力家に育てるには、その子の食欲や自尊心などを褒美を与えて満たしてやればいいと考えていたのです。でも今まさに伸びようとしている子供にはそのような欲は存在しませんでした。マニュアルなどないとモンテッソーリは言います。教室は実験室であり、観察する場なのです。子供に介入せず集中を妨げないこと、障害となるものは置かないこと、そうすれば子供たちは素晴らしい飛躍を見せてくれます。子供は私たちに多くのことを教えてくれます。大人が受け身に回れば子供は自然と成長します。まず観察すること。それから約1世紀、彼女は何を伝えようとしているのでしょう。Je vais vous dire quelque chose d'important. Maintenant, c'est vous qui allez montrer aux plus jeunes comment il faut faire.自立した行動ができるかどうかで人生は変わります。さあ出発です。モンテッソーリ子供の家。